今回開封するガチャガチャは、モニョガールというソフビのガチャガチャです。これ最初は狙ってなかったんですけど、YouTube で紹介されてる方がいて欲しくなっちゃいました。このデザインされてるモニョチタポミチさんっていう、このアーティストさんの名前も最高だなと思って、 で、おそらく形は全部一緒で、カラー違いの6アイテム、プラス、ラッキーってなってて、この女の子のソフビマスコット、プラス、ラッキーだと、餃子ちゃんっていうソフビもおまけで入ってるバージョンもあるみたいです。 早速開けていきます。この中空工房っていうのは、ケンエレファントのソフビ工場というか、まあ、工房みたいなとこみたいです。 やっぱりこれでした中のブックレットはこんな感じになってますモニョチタ・ポミチさんのモニョガール6カラーになっていて当たったのは1番のブルー。 ピンクっていうやつみたいですね。このラッキーアイテムの餃子ちゃんも当たったら嬉しかったんですけど、ちょっと擦れた汚れみたいなのが目立つんですけど、でも、それなんかいいですね。ソフビ、あ、ソフビなんで、ちょっと押せるぐらい。 柔らかいです。へえ、ボリュームが、ソフビなんで、ずっしり感はないんですけど、大きさというかボリューム感はすごいありますね。手のひら、上いっぱいに、乗る感じで、すごい、目がキラキラしたデザインが可愛らしい感じなんですけど、いいですね、このソフビ。 しっかり自立もするしっかりした作りになってますいやーでもせっかくなら餃子ちゃんも見てみたかったですね最近ソフビの世界もちょっと興味が出てきてしまってソフビもこうやってガチャガチャで出てくれるとすごく手が出しやすくて 普通に買おうとするともう2万円とか当たり前にする世界みたいなんでガチャガチャで出てくれるのは本当にありがたいですね。手に入れやすくて。うん。また新しいソフビのガチャガチャが出たらやってみたいと思います。